はい、こんにちは、レトスのおのです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。昨日もお伝えしているんですが、自己採点が34点とか35点だった方っていうのは、個別指導の最安値価格でのお申し込みができなかったと思います。なので、今回、昨日と今日、2日間に限って最安値価格で再度受講していただける機会を作りました。この最安値価格っていうのは昨日から始めておりますので、本日が最終日となります。 もし来年の試験で絶対合格したいという方は、ぜひこの最安値価格で受講していただければと思います。まあ、自己採点が34点とか35点の人っていうのは、もう少し頑張れば合格できそうって思えるかもしれないんですけども、これは間違っています。勉強の仕方を変えないと来年も同じように合格点マイナス1点、マイナス2点で落ちてしまいますんで、勉強のやり方を変えていきましょう。丸暗記学習ではなくて理解学習。これが合格するための秘訣です。 この理解学習を個別指導では行っておりますので、ぜひあなたに実践していただきたいです。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひお申し込みください。それでは本日の3問に入っていきます。A から土地を借りていた B が死亡し、借地であることを知らない相続人 C が、その土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、 C は B の借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはツなんですけれども、ちょっと問題文確認します。まず B が死亡して相続人 C がって書いてあるわけなので、 C が B の相続人なんですね。だからイメージとしては B が親で C が子、子供というような関係ですね。で、まあ親が A さんから土地を借りていましたと。で、B さん、親が死亡して C さんが相続したという状況なんですね。で、賃貸借契約による占有っていうのは多種占有っていうんですね。これどういうことかっていうと、借りている人なので所有の意思を持っていないんですよ。 つまり土地を借りているっていう意思を持って占有しているんですね。自分が所有しているという意思を持って占有はしていないということなんですよ。まあ、今回の問題は土地なんですけども、例えばアパートを借りている人を考えるともっとわかりやすいです。アパートを借りている人っていうのは、そのアパート、自分のもんだと思ってませんよね。あくまでもアパートを借りていると。借りて住んでいるって思ってるはずなんですよ。 だから、いくら占有を継続したとしても、所有権を自公取得することはありません。つまり、賃借人である B、まあ、今回で言うと土地の借り主は B さんですよね。まあ、先ほどの事例で言うと親ですよ。は、借りている意思を持っているから、自己取得することはないんですね。所有権を自公取得することはありません。一方、相続人 C っていうのは、土地の賃貸借の当事者ではないんですね。 死亡した B さんが土地を借りていたと知らない可能性もあるわけですよ。で知らずに C さんがこの土地自分のもんだと思って占有する可能性もあるわけです。で、このように占有を開始した場合っていうのは所有の意思があれば取得事項の完成により所有権を取得することもあり得るんですね。まあ、これは判例です。この問題のポイントは取得事項の要件の一つである 占有者は所有の意思を持っていること、これなんですね。もし所有の意思があれば、C さんは土地の所有権を時効によって取得する場合もあります。なので、本問は罰となります。この部分ですね。C さんは、えー、土地の所有権を時効で取得することはないって書いてありますね。だからこれはツだということです。時を取得する可能性もあるので罰です。で、問いにですね。賃貸住宅の管理業者が 貸主から管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受けて貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。まるか罰かという問題です。で、答えはツですね。え、この管理業者っていうのは宅建業の免許は必要です。まあ、管理業者だから免許は不要と飛びつかないこと。管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要なんですね。 で、本門の管理業者っていうのは、宅建業、賃貸住宅の貸借の媒介を反復継続して営むって書いてありますよね。これは宅建業に当たるので、宅建業の免許が必要です。で、この点についてきちんと理解したい方は個別指導で考え方をお伝えいたします。理解学習をして、勉強した分だけ、もう実力を上げたいと、もし思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。 今からであれば来年、えー、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強していきましょう。で、問いさんですね。福音3メートルの弦に存在する道で、建築基準法適用の時、弦、えー、に建物が立ち並んでいれば、その道路は建築基準法上の道路である。丸かか罰かという問題ですね。答えはツです。で、まあ、これはですね、昨日の問題の類題なので解けないとダメですね。 福音4メートル未満の道、福音っていうのは幅ですね。幅が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては建築基準法上の道路になります。しかし、特定行政庁の指定がなければ、その道っていうのは建築基準法上の道路にはならないんですね。まあ、実際に、えー、狭い道の奥に建物が建っている場合ってあるんですよ。で、そういったところっていうのは、その狭い道について、特定行政庁が指定することで、 建築基準法上の道路とみなされるんですね。で、その結果、建物を建てることができるわけなんですよ。まあ、基本的に4メーター未満の狭い道に接していても、その道が特定行政庁の指定を受けていないと、建築基準法上の道路とみなされないので、建物を建てること、まあ、建て替えとかですね、は、まあ、できないです。なので、建物を建てる際に、えー、接道している、つまり、ま、接している道路が、建築基準法上の道路かどうなのか、それはすごく重要だ。 っていうことなんですね。もし建築基準法上の道路に接していなければ建て替えができないので、そんな土地買ったとしても建物建てれないってことになるわけなんでね。まあ非常に重要だと、まあいうことになります。で、初めにもお伝えしたんですけれども、今日で個別指導の最安値価格終了となります。もし来年の試験絶対合格したいという方は、ぜひこの機会に最安値価格で受講していただければと思います。明日になると値上げになりますので、ご注意ください。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認いただけます。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。